うふう、うまそうっすね。焦げてますこれ。はいどうも、最近ですね、料理のお兄さんという設定が全く生かされてないことに気づいた料理研究家のリュウジです。なんで僕この料理のお兄さんって名乗ってるというと、料理研究家の先生ではなくて近所の料理好きのお兄さんがみんなに料理を教えていくっていうですね、コンセプトがあったんですね。今ではすっかり酔っ払いのおっさんになりました。まあそれはそれでいいんですけども、酔っ払いの皆さん絶対好きですよねこれね。焼き鳥缶です。めちゃめちゃ美味しい炊き込みご飯にするっていうレシピを、やっていきたいと思う。あのね、ものすごい簡単ですこれ。ものすごい簡単でものすごいうまいです。ホテルの焼き鳥、僕ねホテルの焼き鳥すごい好きなんですよ。本当に炭火で焼いてるんですよね、缶詰なのに。めちゃめちゃね、炊き込んだ時にいい香りがするんです。今日はですね、こいつを使って炊飯器一つでできる超絶品炊き込みご飯を作っていこうと思います。米1合です。2合でもいいんですけど、2合の場合は全部倍量にしてくださいね。今回は1合でいきます。もう洗ってありますこれで。ここにめんつゆですね、大さじ1と小さじ2だから 25cc ですね。 25cc 入れます。はい、大さじ1と小さじ2ね。炊飯器のね、内側の線1合の線までお水入れます。焼き鳥缶ですよ、全部入れちゃいます。はい、タレもすっごいいい味するので、これ全部入れてください。そしたらね、ここにある炊飯器にね入れてね、はい、パタンとして炊飯を押すだけです。簡単すぎないですか。簡単すぎて僕今日1本目なんですけど、お酒飲む余裕が全くなかったですね。では中はどうなっているんでしょうか。オープン。うまそうっすね。やろう、ね、そうするとね、ここら辺 ね、ちょっとね、こ焦げてるんですよ、いい感じに。で、これをね、混ぜていくんですよ。これうまいぞ、これね、ツイッターでもね、めちゃめちゃ話題だったんですよ、これ。盛り付けていきます。こんな感じでね、がっつり僕はね、持っちゃいます。食べ盛りがね、いっぱいいるんでね、うちね。あくまでお好みなんですけど、マヨがね、めちゃめちゃ合うんすよ。ネギです。ネギはね、結構盛ります。チミです。この勝負、勝った。焼き鳥缶炊き込みご飯の完成です。ということでね、やっていきたいと思います。やっちゃうぜ。いただきたいと思います。ネギの部分とね、マヨネーズをかかったこの炊き込みご飯いただきます。たまらん、これは。これね、ほんとに美味しいです。焼き鳥缶のね、甘みと香ばしさ、めんつゆのね、だし感がね、すごくね、ご飯に乗り移ってます。炊き込みご飯なのに酒飲めるで。ちょっと待って、黙んないこれ。味変カンフージェネレーション、柚子胡椒でしょ。ちょっとね、ちょっとつけながら頬張れば絶対にね、リライトすると思う。うんうん、この飯マジループ&ループだ。あ、マジうまい。かなり完成された味ですね。焼き鳥缶とめんつゆだけでこんなにうまい炊き込みご飯ができるんだっていうのを皆さんにも伝えたい。僕はめっちゃ美味しいっす。柚子胡椒の香りめっちゃいいっすよ。うん、焼き鳥一缶でこんな幸せが手に入るとは。塩でやってみる。まあちょっとカメラマンの手伝いからいい質問があったんで答えます。ホテルの焼き鳥塩味もあるんですよ。塩味やるときは白だし使ってください。白だしとね、生姜入れるといいです。鶏臭さがなくなって上品な、あの塩味の炊き込みご飯になります。今度それやろうか今度それやります。ということで、ぜひ皆さんもやってみてください。皆様、このチャンネル美味しそうだなとかですね、やってみたいなと思った方、僕の飲みっぷりに男気を感じた方はぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。